総理に残念ななながらいいくつか厳ししことを申し上げなければなりません、まあ、総理は昨年末、国民の信頼回復のために火の玉になって先頭に立つと表明をされました。その言葉通り、政治倫理審査会に完全とお一人で臨んだ姿勢には、私は心から敬意を表します。しかしながら、他の出席議員たちといえば、自分は何も知らない、裏金を納税するつもりもないと、無責任な発言をするばかり。残念なながら火のの玉になったのは 国民の怒りの方でありその怒りの炎は、この後に及んで、何一つ責任を取ろうとしない無責任集団、集団無責任体制である与党、自民党を包み込もうとしています。まず総理に改めて伺いますが、昨年末に総理は裏金疑惑の生じた安倍派の議員たちの多くを、閣内政務三役からほぼ一掃する判断をされました、この理由を改めて教えてください岸田内閣総理大臣。<laughs> あの昨年12月の閣僚等の人事についてですがあの、これは所属する派閥がどこであるかということではなくして、この自民党のこの派閥の政治資金に関して、さまざまな報道がもう当時からあなされていました。えーこうしたの 政府にとっても重要な時期にあたって、国政に遅帯を生じさせないという観点から、人事を行った次第であります。 田君、はい、要は、裏金疑惑が生じたから、これ、地帯が生じるという判断されたんだと思います。では、こうした裏金の疑惑が生じてしまった議員たちは、法的責任、説明責任、政治的責任を果たして、その疑惑が完全に払拭されるまで、政務三役などに登用はできないんじゃないかと考えますが、この点、総理のお考えを伺います岸田内閣総理大臣。あの一般論として、人事については、 あの所管分野の状況や本人の経験や手腕、また他の候補との比較などを踏まえて行うものではありますが、ご指摘のこの関係者については、やはり国政の地帯回避の観点から、適切に判断することが必要となると考えています。ご指摘の説明責任、あるいは政治責任、これ、十分果たしていないと。 えー、いうことであるならば、あそうした役職に就いた際に、えー、国政に遅帯を生じさせてしまう、まあ、こういったことになりかねません、えー、ですから、そういった遅帯が生じえないように、えー、本人の説明責任、あるいは政治責任、えー、これはの、実情は、 人によって様々でありますが、それぞれのこの立場を踏まえて、しっかり説明責任、政治責任を果たしたというこの判断が求められると考えます。 君これ、総理がおっしゃるとおりですね、こ国政に地対を生じさせない、これ、私も極めて重要だと共感をいたします。しかし、それは簡単なことではないとも思いますなな。なぜなら、裏金議員たちのその法的な責任についてすら、検察が不起訴とするだけでは、まだ完全な決着はついておらず、その疑惑が晴れるまでには多大な時間を要するからです。まあ、いくつかまず事実関係を確認しますが、本年1月に法務省刑事局の名義で、 現職員である下村博文、松野博一、西村康俊、塩村隆、高木剛、世耕弘重、萩生田光一議員らを不起訴処分とする発表が出されています。しかし彼らは、検察審査会に対する不服申し立ての対象者になるという理解で間違いないでしょうか、これ、法務省の参考人に確認します法務省刑事局長、松下弘子,、はい、子さん。 まずあのお尋ねは、個別事件における検察審査会の活動に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えたいと存じますが、一般論といたしまして、検察審査会法において、検察審査会は、告訴人や告発人、被害者等から申し立てがあるときは、検察官の不起訴処分の逃避の審査を行わなければならないこととされているものと承知しております。 音君はい、ご答弁のように、一般論ではありますが、告発者が不服申し立てをすれば、必ずこれ、検察審査会で審査が行われ,行われます、これ、パネル資料の一番をご覧ください、これ、いわゆる裏金議員たちの金額上位リストですが、改めて見てもですね、4000万円という金額でボーダーが引かれて、それ以下の議員がお咎めなし、不起訴となっているのは、これ、国民感覚で考えれば、到底納得できるものではありません。今後これらのの議員個人及びその政治団体に対して 刑事告発が順次行われていく可能性は私はこれ極めて高いと思いますで、その場合は検察が捜査をし仮に不起訴になった場合でも同様に告発者が不服を申し立てれば検察審査会が開かれるこれは間違いないでしょうか法務省に確認をいたします松下刑事局長お答えいたします お尋ねは、個別事件における検察の活動内容、あるいは検察審査会の活動内容に関わる事柄でございまして、個別事件についてのお答えは差し控えたいと存じますが、検察審査会法における検察審査会の役割については、先ほど答弁したとおりでございます。 君まあ同様に検察審査会が不服申し立ててあれば行われることになります。まあ、続けて政府参考人にもう一つ伺いますけれども、検察審査会において、不起訴に異を唱える結論である起訴相当および不起訴不当が議決される割合、またその審査期間について、長期間、例えば半年以上かかるケースなどがどれぐらいあるかを教えてください。最高裁判所刑事局長吉崎芳也君お答え申し上げます まず議決の内訳でございますけれども、昭和24年から令和5年までの累計をもとに算出させていただきますと、総議決数に占める割合は、基礎相当が1.4%、不基礎不当が8.8%でございます。え続きまして、審査期間についてのお尋ねでございますが、令和元年から令和5年までの5年間の累計をもとに算出いたしますと、全事件に占める割合は、6月を超えて、 9月6か月を超えて9か月以内のものが19.5%、9か月を超えて1年以内のものが4.4%、1年を超えるものが3.4%と承知しております。 小戸北君、はいえー、はパネル資料2番がです、ね、今の答弁をまとめさせていただいたものです、すみません、少し、えー、事前レクトの入れ違いがありまして、あの20%と書いてあるんですが、これは10、10%に訂正をさせていただきます、えー、数字の取り方でちょっと違ってきました、でこれ、最近でもです、ね、一度は検察が不起訴にした菅原一秀元経産大臣が、検察審査会の対応によって起訴され、一転して有罪、公民権停止となったことは記憶に新しいと思います。 起訴相当や不起訴不当が出る確率は約10%で、これ、決して低いものではありませんし、まさにこの検察審査会は国民目線で行われます。そして、その審査が長期間に及ぶ、半年以上に及ぶケースも多々あります。とすれば総理、これ、裏金議員たちの疑惑、これは当分の間、払拭されることはありませんし、法的な処分が下る可能性もまだ十分にございます。 この間はです、ね、総理は疑惑が生じた裏金議員たちを、やはり政務三役などの要職に登用するのは、これは極めて難しいんじゃないかと思いますけれども、総理の見解、改めてお伺いいたします岸田内閣総理大臣あの。検察審査会の不服申し立ての対象になった場合など、まあ、家庭の話について、 申し上げるのは控えなければならないとは思いますが、先ほども申し上げたように、まあ、政府三役の人事につきましては、やはり国政の地帯を回避するという観点から、適切に判断しなければならないと思います。さまざまな事情を考えした上で、国政が遅帯しないように、この人事についても考える、これは当然であると思います。 北君、はいまあ、これ、総理が一番よくお分かりになっていると思いますけれども、まあ、疑惑を抱えた議員がまあ政務三役ともなれば、これは我々だってそれは質問せざるを得なくなりますで。はっきり申し上げて、現時点では、まあ、私を含めて多くの国会議員、国民は裏金議員たちが責任を果たしたとは全く思っておりません。 でこの状態だとです、ねあの、何十人もの議員たちが、まあ、表立っては活動できないと、まあ、かなりこの政府・与党の戦力をダウンさせることにもなってしまっているわけです、これ、私は結構え、国にとっても大きな損失じゃないかと、自民党にとって損失なのはもちろんなこと、国にとっても、立法府にとっても、まあ、行政府にとっても私は大きな損失だと思います。で総理、これ法的な疑念が晴れず、政治的、道義的に責任が明確に生じている裏金議員たちは、政治倫理審査会などでしかるべき説明,を説明を果たさせて、また納税をさせたあと。 金額の高にかかわらず、総裁として厳しい処分を下すべき、もうまさに総理が派閥を解消した、あるいは誠任審で一人で出席をした、その類いまれなるリーダーシップを発揮して、これは裏金議員たちには自ら議員辞職することも含めて、厳しい処分を促すべきではないかと考えますが、見解をお伺いいたします岸田内閣総理大臣。あのまず、関係者において、えー、自らの、えー この状況をしっかり顧みた上でえで、ー、説明責任と、そして政治責任、これをしっかり果たしていく、えー、このことが重要だと思っています。えー、そして、信頼回復ということは、党に課せられたまあ課題です。あのーえー、党として、関係者のまあ処分等の政治責任についてうんも、可能な限ぎり、まあ、早いタイミングで、 党として判断をしそしてけじめをつけていかなければならないと考えていますあのまあ、関係者の処分についてはまあ、過去の対応等も踏まえながら厳、まあ、正かつ公正に行われるべきものでありまあ、党則等に基づいて、まあ、統計委員会において適切な手続きを経て判断していくことになると考えます おきた君、まあ。繰り返しになりますが疑惑を持ったままの議員がいれば自民党のみならずこれは国にとっても私は損失だと思いますからこれは早急にけじめをつけるべく総理の強いリーダーシップに私は期待したいと思いますのでご対応よろしくお願いを申し上げますそれでは次に政策論子ども子育て支援金制度について伺います私はこの制度は支援すべき現営被災の負担を増やしさらにそれが不明確であるのはもちろんのこと一度成立をしてしまえば なし崩し的にその負担が増えていく可能性もある、まあ、厳しい言葉で言えば、これ、は打討すべき最悪の制度であると考えています。でまず制度の内容の確認ですが、子ども・子育て支援,支援等の法律案では、支援金率は、政令で定める率の範囲内において、保険者が定めるとあります。ここのののの政令で定定めるる率つまり金額の範囲はこれどの程度を想定しているのか また本法律案では、支援金を政令で定める率の範囲において、保険者が定めるとあり、一見裁量があるように見えるものの、実際には国が一律で示すトップダウンで負担率が決まると考えられますが、子ども家庭庁参考人の説明を求めます。子ども家庭庁、熊木雅人君。はい、まずあの、健康保険法の改正案が、えっと、子ども・子育て支援法の改正案の中に含まれておりまして、その法案のこと内容でございます。 ご指摘のとおり、子ども・子育て支援金率というものは、法律上、各保険者において設定いただくということになってございます。この支援金率がどのような水準になるかということにつきましては、これも法律上、毎年度における支援納付金の総額を当該年度における双方収額の見込み額で割った率を基礎として、政令で定める、率の範囲内で定めることとされてございます。この政令につきましては、関連法案が成立いたしますれば、 令和8年度に支援金が施行されますので、その施行に向けて、今後、検討してまいります。なお、あの支援金につきましては、これもご指摘のとおりでございますが、えっと、費用者保険間で、総報酬で安分するということにしておりますので、実務上、国において一律にその率をお示しすることができ、そのようにしたいというふうに考えてございます。 まあこの支援金の率が変われば、ですね負担額も増えるし、増減するし、それはこの支援金の率というのは、政府が結局は一律で定めるんだということを確認させていただきました、通告から一問飛ばしますけれども、この深いテーマに入る前に、加藤大臣、一つ確認なんですが、これ、仮にですね、 実際に制度が始まったら、まあ、私は嫌ですし、最後まで反対しますけれども、仮に始まったら、新たなこの負担の金額というのはきちんとわかるように、他の保険料に合算して徴収するんではなくて、例えば給与明細の中で、子ども・子育て支援納付金として、その徴収額について、完全に別立てをして、見える化をするべきだと考えますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします。加藤国務大臣。 お答え申し上げます子ども・子育て支援に対する連帯の仕組みとして、支援金を拠出いただくという趣旨を、被保険者に知っていただくことは重要と考えておりますが、その具体的方法につきましては、関係者のご意見も伺いつつ、法律の施行に向けて検討をしてまいります。 いや、検討っていいますけどね、じゃあこれ、混ぜ込んで分かんなくするということもありえるってことですか、私、そんなことは許されないと思いますけども、もう少しやっぱりね、ちゃんと見える化して、別冊するんだということには、私は大臣、これ、前向きにしっかりとご答弁されるべきだと思いますが、もう一度、見解を伺います加藤大臣。 お答えいたします健康保険法上事業主は保険料の控除額を非保険者に通,通知しなければならないこととされておりますが、その内訳をどこまで示すかまでは義務付けられておらず、給与明細における表示の実態は様々であると承知をしております。いずれにしましても、関係者のご意見も伺いつつ、法律の施行に向けて検討をしてまいります。 たこれ、とんでもない答弁ですよね、中に紛れ込まして分かんないように負担,負担を入れようと、そういう考えが今、政府にあるということが分かりました、私はこれは本当、看過できないと思いますね、そしてこの負担の負担額、負担率については、さまざま衆議院の方でもう議論はありますけれども、これ、どう基弁を取り繕っても、国民からすればこれ、負担増ですよ、負担率が変わらないとか、歳出削減の範囲内でって言われたって、これ、徴収金額が増えるんですから。 これ衆議院で、まあ、立憲の伊坂議員がうまいこと言ってましたけれども、これまで二割引きだった価格を一割引きにするだけだから、値上げはしてません、負担は上がりません、そんな言い訳はこれ、通らないですよ。私、支援金は明確に国民、とりわけ現役者に対する新たな負担増だということは,こは、これ、改めてこれ、断言させていただきたいと思います。でそして今日の本題なんですけれども、これ、法律を見ると、この子育て支援金が政府の一存で引き上げられていくという可能性が全く否定できない内容になっていると私は思います。 まず改めて確認ですが、子育て政策加速化プラン完了時点の歳出金額はこれ、3.6兆円であり、その多くは歳出改革の徹底等で賄われる制度設計となっています。ただ、それは絵に描いた餅であって、その公費節減や社会保険,料負,担社会保険負担の軽減が計画どおりにいかなかった場合は、その不,作不足分を補うために、子育て支援金の率が引き上げられて、子ども・子育て支援納付金、 つまり、国民の負担が増加をすると考えますが、加藤大臣の見解をお伺い,いたします加藤大臣。 昨年末に取りまとめた子ども未来戦略におきましては、総額3.6兆円程度の加速化プランの財源について、2028年度までに歳出改革の徹底、規定予算の最大限の活用により2.6兆円程度、支援金制度により1兆円程度の確保を図ることとしております。 確保ししてていくこととしておりますまた、歳出改革の徹底につきましては、令和5年6年度予算編成予算において、公費で0.37兆円を確保しており、これを令和10年度まで継続いたしますと、約1.1兆円の確保となります。このように、支援金以外で賄う2.6兆円程度を確保できる見通しの上で、支援金の総額は2028年度において、1兆円程度とすることを法案に 明確に規定をしており、政府としてはこれを着実に実施をしてまいります脇田君、はいまあ。法律に明確に規定という話もありました、ただこのね、公費の節減や社会保険負担の軽減というのは、えーまあ、これはもう頑張るから大丈夫だ前もそうやってたから大丈夫だというふうにしか、お答えにしか聞こえないんですよ。で、これ、バーチャルなお見通しでは見通しや意気込みではなくて、まさにその法律の話をさせていただきたいと思います。確かにに子ども子育て支援法法等の法律案第第47条第2項には 子ども子育て支援納付金は、労働者の報酬の水準の上昇に向けた取り組みを実施する、まあ、つまり賃上げをすることにより、社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものにする、まあ、こうした記載がありまして、まあ、この負担率について、ご答弁のようなことをやろうと思っている、考えていらっしゃるんだと思いますが、この法文によって、負担が上がらないことは確実に担保できるんでしょうか、この点加藤大臣の見解をお伺いいたします加藤大臣。 支援金制度の構築にあたりましては、歳出改革等によって、社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、全体として実質的な負担を生じさせないこと、また重要なのは、社会保障負担率であることについて、これまでも重ねてご説明をしてまいりました。 この点、法案不足において、歳出改革によって分子の保険料軽減の効果を生じさせ、賃上げによって分母の国民所得の上昇を発生させるという分子分母両面の取り組みによって、社会保障負担率の軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築するということを明記し、実質的な負担が生じないということを制度面で確保することとしてございます。 この複雑な制度について、そもそも私、疑問だし、異論はあるんですけれども、また法律の話をしたいと思います、確かに法律にはそんなことが書いてあります、でもこの不足の第47条があるから大丈夫だと言い切ることは、私は不正確だと思います。というのも、同法の第49条には、政府は支援金の率を決める政令を定めようとするときは、不足第47条の規定の趣旨を考慮しなければならないとあって、これ、禁止規定ではありませんよね。 法的な解釈とすれば、考慮した結果、負担率を増加させることもできる、支援金の負担が上がっていく可能性は、これは法的には否定できないと考えますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします加藤大臣。<laughs> 答え申し上げます子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の附則第47条におきましては、全世代型社会保障改革と賃上げによって、実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えないようにすること、また令和8年度から10年度までの支援納付金の総額のうち、被保険者または事業主が全体として負担する具体的な額の目安、 を明確に規定をしており政府としてはこの規定に即して法律を施行していくこととなりますその上で委員御指摘の附則第49条においてさらに政府が支援金率の上限を政令で定めるにあたってはこの実質的な負担が生じないことの 趣旨を考慮しなければならないと規定をしておりますこれにより政府は政府が政令を定める際においても法の趣旨が考慮されることになりますまたなお支援金は児童手当等に充当されるものであり高齢化に伴い費用や保険料が増大する医療介護とは異なるものであることにもご留意をいただければと思います 今のはお答えになっていません、<laughs> 法律には考慮せねばならない、書いてあります、それは僕が読み上げたとおりです、考慮しなければならないけれども、あくまでから考慮であって、禁止規定ではありませんよねと、だから法的にはこれは上がる可能性というのは残ってるんじゃないですか、それ、明確にご答弁いただきたいんですが、それはいかがでしょうか加藤大臣。 答え申し上げますご指摘の法案不足第49条は考慮しなければならないという規定としてはしてございますが、不足第47条において、支援金制度の導入により、社会保障負担率を上昇させないことを明確に定めてございます。繰り返しとはなりますが、政府として法律の規定に基づき、適切に政令を定めてまいります。委員長 そうなすよ、47条は、これ、49条の件で考慮しなければならない、47条を考慮しなければならないと書いてあるんですよ、47条に明記してあるからといって、そのなるとは書いてないんです、49条でそ考慮はするけれども、禁止はされてないんですよね、この法律の立てつけを私は担当する大臣に聞いているんです、法律の意味を正確にお答えください加藤大臣。 委員ご指摘の法案不足第49条には、考慮しなければならないという規定としております、禁止規定ではございませんけれども、考慮をするということが義務として、政府は法,律法の規定に基づき、適切に法令を定めてまいります。 まあ、禁止規定ではないという言葉が出たんですが、それなのであれば、これまで話してきたとおり、それはいろんなこう状況の変化とかあれば、この子育て支援金、この率、負担額、これは上がっていく可能性ありますよね、それ可能性の論で、法的には排除できない、上がっていく可能性はあると思いますけれども、その点、明確にご答弁くださいえ子ども家庭庁、熊木雅人君。 大変失礼いたしました。あのまずあの大臣がご答弁したとおりでございまして、法の不足47不足第47条におきまして、あのしっかりとこのえっといわゆる実質的な負担がないということ、あるいは1兆円で程度で、えー、支援機を導入するということがあのしっかりと規定をされてございます。でその上で不足の第49条におきまして、えっと政令を政府として定めるときにはこのその趣旨を ししっかりと考慮しなけれればならなならいいこれは義務規規定定として規定をしててをございますでなおあの、えっと、そもそもその、えっと、支援金制度でございますが、児童手当ですとか、そういったものに充当されるということが、法律に規定をされます、そして充当の割合も法律に規定されますので、あの基本的に子どもの数があの増えていかない限りは、支援金というものは増えない、そういう法律的な立てつけになっているというのが、まずその不足の前に、本足の構造になってございます。 でえー、先ほど来申し上げましたように、えー、っと支援金制度というのは高齢化に伴って、保険料ですとか、総額が増えていく医療や介護と異なると、全く状況が異なるという中で、こうしたあの不足の47条および49条がしっかりと規定されているということでございます。 熱海君、防止だからやりますけどね、だからそれ、禁止で、禁止じゃないということを認めたわけですよで、制度設計についてはいろんな可能性があるでしょう、でもこれは上がっていくことを完全に禁止するような規定にはなってないから、上がっていく可能性としては法的には否定できないでしょうっていう、すごくシンプルなことを聞いてるんですが、参考人でも大臣でもいいです、ご答弁くださいこ、えー、ども家庭庁、熊木雅人君。はい、あのまず、不足の第49条にございますように、禁止規定ではございませんが。 あの考慮しなければならないという強い義務、義務があの政府に課せられてございます、そしてその支援金の総額というものは、法律の本則の立て付け上、えー、子どもの数によるということになりますの基本的にはそうなりますので、医療や介護と異なりまして、えー自然、自然に高齢化に伴って増加していくものとは異なるということでございます。そそ速記を止めてください えー、子ども家庭庁、熊木雅人君あの端的に可能性があるかないかということでございますれば、えー、と可能性としては総額によりますのであのございます。他方でその法,法律上、さまざまな立て付けがございまして、そういうものがあの基本的に、まあ、増加していくというあの仕組みにはなっていないということでございますはい要はここまで来ましたよ、可能性があるということで、加藤大臣、よろしいですね、それでもう一回答弁をお願いします。 加藤大臣政府参考人が答えた通りでございますお,くおかしくないですか少し繰り返したらいいじゃないですか可能性あるんですよね参考人ここまで助けてくれたんだから大臣正面から答えてください総理でもいいですよおかしいじゃないですかちょっと答弁お願いします加藤 加藤大臣法律の立て付け上、可能性としてはあり得ます。 音喜多君まあどうしてここまで細かく詰めてるかといえばですよ。この社会を受けるというのは、これまでも税に比べてなし、崩し的に引き上げられてきたからですよ。で、今回の法案も歳出改革などに失敗をすれば、まあ、結局はいつの間にか国民の負担増に繋がっていくまあ、そんな懸念が拭えないということが、私は明らかだと思います。で、このテーマ最後に総理にも伺います。そもそもこれまで着目してこなかった歳出改革の財源を流用できるという考え方。自体も疑問ですし、この子育て支援金制度は開始前から国民。への 負担が明確に示されてないだけではなく、社会保険料の目的外使用であること、なし崩し的に負担率が上がっていく可能性があることなど、多くの制度的な問題や矛盾をはらんでおり、これ、即時撤回するべきだと考えますが、岸田総理の見解をお伺いいたします岸田内閣総理大臣。あのまずは、新しい政策を実行する際に、まあ、財源を考え,るうう考える、その際に、えー、このお増税、 を考えるか、国債等で借金にを考えるか、この2つしかないという考え方、これは私は取るべきではないと思います。そのやはり歳出改革と改革努力に基づいて財源を考えるという基本的な考え方は、まさに御党の考え方にも一致するところではないかと思います。あの借金でもなく 増税でもなく、やはり歳出改革努力によって、財源を捻出する余地を考えていく、こういった考え方は重要であると思いますし、その方法、具体的な方策として、この歳出改革によって、社会保険料の軽減効果を生じさせて、その範囲内でこの支援金を考えていく、こうしたルールを、 新たに提案させていただく、このことの意味は大きいと思います。やはり、この増税ではなくして、でもない、借金でもない、第三の道をやっぱり追求するというのが、新しい時代、このこども・子育て政策、新しい政策を考える上においても、一つの考え方として、提案をさせていただいた、こういったことであります。 ぜひそういった視点でこの、この制度を見ていただきたいと思います。そして今、えー、と子ども家庭庁とのやり取りの中で、法案49条、47条について、えー、と議論をいただきました、えーと、法律解釈という観点において、49条は義務規定であると、えー、禁止規定ではないと。 いう説明があったこれは法律論としてはその通りかもしれませんが47条で負担率は上がらないということそして1兆円を超えないということ、まあ、これを確定した上で49条があるわけですのでこれ法律、えー、と政治的にはこうした答弁を通じて、えー、負担増加は考えていないこれ再三申し上げているわけですからこのこうした国会答弁を通じて この勝手に政府が負担率を上げるなどということはない、これをしっかり確認することが大事だと思っています。そこに国会のこうした答弁の意味があるということもしっかり申し上げさせていただきます。 君はい。まあ加藤大臣に対するフォローは素晴らしいというふうに思いますけれども私はこれやっぱり実質増税だと思いますよただこの議論はまた法案が出てきたときに別途やらせていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします残された時間で少子化対策と医療制度改革について伺います時間の関係上二つ質問飛ばして総理にお伺いいたします通告済みですので総理に明確に一つお答えいただきたいんですが岸田総理にとって少子化を解決するために最も大切最も重要だと考えることは何でしょうか伺います 田内閣総理大臣、はいあの。少子化を解決するために最も大,大,大,大事なことは何か、まあ、これについては、この子ども未来戦略、うん、加速化プランを説明さるする際に、3つの理念が大事だということを申し上げてまいりました。まあ、1つは子ども子育て世帯 を中心とする若い世代,の世代の所得を向上させるということ、そして、このこうした政策を実,現実行するにあたって、具体的な給付ですとか、えー、と経済的支援、これは、ね、もちろん大事なことでありますが、これを活用させるためにも、社会の構造や意識も変わらなければならない。やはりこの、えー、と企業のありようですとか、 地域の意識、こういったものもか、もう合わせて変えないと、こうした具体的な政策、支援も活用されないという考え方に基づいて、意識や構造が大事であるということ、そして、子ども・子育て政策については、従来からいろんな政策が用意をされてきました。しかししか一つ重要ななこととしてて子子ども子育て政策を切れ目なく 子どどどもたちはどんどんと成長していきます切れ目なく支援を用意するということ、この今申し上げた若い世代の所得と、そして意識や社会の意識や構造の変革と、そして切れ目ない政策を用意する、この3点が子ども政策を進める上において重要であると認識をいたします。 田君はい、答えは単純ではないと思いますし、一つではないかもしれません、まあ、しかし私はですね、まあ、効果不透明な支度をさみだれ式に打つよりも、何よりシンプルに子供を産み育てる、子育て現役世代の負担を下げること、可処分所得を増大させることが、何より重要な対策の一つだと考えますが、総理、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣。はいあのー この,、えーこのえー、若い世代、子ども・子育て世代の可処分所得を増やすこと、これが重要だというご指摘、これはまさにその通りだと思います。若い世代の所得を増やすことが重要であるということを先ほど一番に挙げさせていただきましたが、それと通ずるところであると思います。あのですから、まあ、今回の加速化プランにおいても、 この児童手当のこの抜本的拡充、さらには出産一時金の大幅な引き上げ、また10万円の出産・子育て応援交付金、また育児休業給付の充実、まあ、こうした長年指摘されながら実現できなかった、こうした経済的支援、えー、強化、まあ、これについても取り組むこととしております。それと加えて、今、大きな経済政策として、 経済の好循環を取り戻さなければならないということで、賃上げに取り組んでいるわけでありますし、そして、この賃上げと合わせて、所得税減税も今年の6月に用意することによって、物価高、今一、えー、と外政的な要因が強い物価高で、今、国民生活は悩まされていますが、この物価高に負けない、この過処分所得。 を実現することが来年にこの循環を引き継ぐためにも重要だということを申し上げております可処分所得の重要性ご指摘のとおりだと思っております はい、丁寧な答弁いただきまして、大きな方向性としてはご同意いただけたと思います、総理のおっしゃることもごもっともなしいっぱいあると思いますで、その現役者にとって、じゃあ、最も重たい負担になっているのは何かといえば、これ、高すぎる社会保険料です、パネル資料さんに改めてまとめました、これを社会保険料、高すぎる、見直していく必要があるという点については、前回の予算委員会でも総理と認識が一致をしたものと考えています。であれば、ですね真っ先に考えるべきは、莫大な規模になっている医療制度の改革です。 日本維新の会は今回、社会保険料の負担軽減、少子化対策財源の捻出を実現し、豊かな社会保障と現役世代の活力の好循環を生み出す医療制度の抜本改革案を取りまとめました。あとで正式発表しますが、パネル資料、ちょっと6番、順番前後しますので、6番をご覧ください。高齢者医療制度を税財源化することで、現役世代から流用されている社会保険料を大幅に減額すること、そのためにも高齢者を含む患者の窓口負担を速やかに原則3割とすること。 同時に救済制度として、低所得者等医療費還付制度を創設することなど、提言していますが、こうした改革を断行すれば、増税や新たな負担増に頼ることなく、しっかりと現役世代の負担軽減などの真の少子化対策ができるはずです。で特にです、ね、厚労省の最新データによると、後期高齢者医療の費用は18.4兆円、人口の約14%である75歳以上の高齢者に対して、国の医療費46兆円の約4割が使われています。まあ、にもかわらず、窓口負担はわずか1割。 この後期高齢者医療費は以前から議論しているとおり、 公費や現役世代からの支援金などに大きく依存しており、保険と給付と負担のこのバランスが手をなしておらず、若い世代の可処分所得を圧迫していること、これは明らかです。この窓口負担を改革することは、単なる財源の歳出抑制だけではなく、医療の質を保持・改善することにもつながります。パネルの4番をご覧いただきたい資料ですね。アメリカで行われたランドの医療保険実験では、医療費の自己負担率を上げた結果、平均的な年間予約が下がることが示されています。これは この医療費負担割合を増やすことで、過度な医療需要を抑制して、結果として医療費全体削減できる可能性を示唆していますが、この社会実験からも、後期高齢者の医療費負担の割合を増やす医療制度改革は、選択肢を1つと考えますが、厚労大臣の見解を伺いいたします武見厚生労働大臣。 あのご指摘のランド実験、これ、ものすごく面白い実験ですけれども、1971年から1982年までの間に、大体5つぐらいのグループで負担の割合を分けて、それでそれぞれについての受診行動を測定しています。でそれによって、その負担を増やせば確実に受診行動に影響が及ぼされて、それによってその受診を抑制されるということもはっきりそこの中で数字は出ております。しかし問題はですね、その日本はすでにもう解放権制度ができていて、 そこで一定の負担の中で実際に受信行動というものがすでに形成されている中で、そう簡単にそのランドの実験を日本の場合に当てはめて、その比較分析するということは実はかなり難しいので、えー、そこはちょっとあまり乱暴に分析することはちょっと難しいかなというふうに正直私には思いました。あその上で、えーその、昨年末に閣議決定された改革工程などにおいて、負担能力に応じた全世代の支え合いという観点から、 高齢者医療などについて3割の窓口負担となる、現役並み所得の適切な判断基準設定などが検討項目として盛り込まれております、で必要な保障が欠けることがないように、見直しをするということ、これをその考慮しながら、私ども全世代で実際にこのバランスよく負担をするという考え方で、持続可能な形でのこの医療制度改革を行っていくという、こういう考え方でございます。 元北君率直な意見ありがとうございます。パネルショー5番ご覧ください。じゃ、あもう1つ大臣に伺いたいんですけども、これオレゴン実験と呼ばれるデータでは、あまり医療サービスを受けない。無保険者と医療保険に加入している人々、つまり頻回受診者との間で健康状態にほとんど差が見られないという結果が出ています。これ、医療サービスの頻繁な利用は直接的な健康改善につながらない可能性を示唆していて、むしろ過度な受診を抑制することは限られた。医療支援を集中して質を高めることにもつながるとまあ、そうした示唆でもあると思います。この点踏まえてまあ、この実験結果に対する、まあ、大臣の。また率直。 とまあ、ちょっとアメリカの実験、乱暴だねというのであれば、これ、日本でね、やっぱりこう実証実験を進めていく、早急にこれ、検討するということもお考えいただきたいんですが、厚労大臣、見見解を伺います武厚労大臣 <laughs> あの委員ご指摘のオレゴンの実験もですね、 これあの国民皆保険ではないアメリカで、もともと医療費全額が自己負担となる無保険者を対象に自己負担がゼロである。医療保険を適用した時の影響を実験したものでございます。で、この実験では医療へのアクセスは大きく改善したものの、客観的な健康のアウトカムへのインパクトは認められなかったというものであります。けれども、国民皆保険を基本とする日本においてはですね。特にその。 のリスクの高い高,級高齢者に対して、えー、そのままあこのオレゴンの実験の結果というものを当てはめるというのは、やっぱりちょっと不適切かなと、こう考えます本<上>北君、はいあのまあ。我が国でもね昨年2割の被害があって、この工程表に今、見直しが入ってるわけですけれども、であれば日本でこうした定量的なデータ、しっかり測定していただいて、医療費負担の見直しに向けた、まあ、実験であると、検証というのを、まあ、独自に進めるべきではないかと考えますが、最後、大臣、ひと言お願いします。 厚見厚労大臣。あのこの後期高齢者の,あの医療の窓口負担の割合については、令和4年10月1日から一定以上の所得のある方に限って、1割負担から2割負担に変更したところでもあり、この導入による受診行動への影響については、 受信状況と所得上水準に係るデータをを収集した上で分析を行っておりますでこの現時点での分析結果については、あくまで短期的なデータの分析ではありますけれども、受診日数への影響に関する分析のみとなっており、2割負担となった方々は、1割負担のままの方々と比べて、受診日数が3.1%減少しております。 でこれは2割負担導入時の想定していた影響である2.6%の減少とおおむね同程度であったというふうに思います。でこうしたその健康状態への影響については、個人の健康にはさまざまな要因がありますので、受診行動のみで、こうしたその健康状態に関わる評価、分析というのは簡単にはできません。 したがって、えー、そうしたことをもしっかりと加味しながら、どのような観点からそのこうしたその分析をこれから進めていくか、あこれはあの先生ご指摘の点も含めて、これから検討していく形になるだろうと思いますし、はい、最後、総理に聞きたかったんですが、時間がまいりました、この高齢者の負担を含めた一律3割窓口負担、後期高齢者医療制度見直し、現役者の社会保険料負担軽減、これ、医療制度改革、社会保障制度改革のセンターピンだと思っておりますので、また議論させてください。ありがとうございました えー、以上で音喜多俊君の質疑は終了いたしました。